蒸発すると白い成分に変わります。湿度がポイントになってくるかと思います。グルーが置いてある場所の近くに加湿器を置いておくことになります。シートのところですね、触らないようにしましょう。こんにちは、ケミーマリーです。本日ご紹介するのはグルーをダメにする環境になります。まず皆様ご存知の通り、シアノアクリレートっていう成分があるかと思います。シアノアクリレートはグルーの中で一番キーパーソンのような成分になるんですけれども、このシアノアクリレートがいなくなってしまいますとグルーの役割がほとんどなくなってしまいます。持ちが悪くなるっていうことです。で、このシアノアクリレートをどうしたらそのつける時までしっかりいてもらうかっていうことなんですけれども、これはまず湿度がポイントになってくるかと思います。湿度なんですが、おおよそ60から50ぐらいの設定でやっていただければなんですが、大きな美容室だったりとか施設が大きいとどうしてもその湿度を保つことが難しいっていう声もいただきます。そんな時なんですけれども、一番いい方法としてはグルーが置いてある場所の近くに加湿器を置いておくことになります。やはりそのベッドの遠くに加湿器が置いてあってもベッド周りが乾燥していたら意味がないので、グルーのなるべく近くに加湿器を置いてもらって湿度を保つことがとても大事になってきます。そして新しく出すタイミングですね。シアノアクリレートって実は蒸発すると白い成分に変わります。グルーの周りが白くなってきたら新しくそろそろ出すタイミングだなと思ってください。シアノアクリレートが徐々に蒸発してきてなくなってきてるっていう合図になりますので、おおよそ15分から20分、結構加湿がされているお部屋でしたら30分でも全然持つかと思いますが、サインとしては周りが白くなってきたら新しく出しましょう。そして正しい出し方になるんですけれども、まず振らないといけないと思います。で、振る回数ですね、なんですけども、サラサラすればするほど分離しやすいので、サラサラしているものを使っている方はたくさん混ぜましょう。で、ドロドロしているものは分離しにくいので、あんまそこまで混ぜなくても大丈夫です。で、混ぜ方としてはこう混ぜてもいいですし、こう混ぜてもいいんですけど、よく混ざるやり方っていうのはこういうやり方がとても混ざりやすいので、ちょっとこうやってやってみてもいいかと思います。よく混ぜてからではないとグルーのその 100% の力が発揮できないので、しっかり混ぜてから出しましょう。そして出し方なんですが、グルーがまずキャップを取る前これぐらいですね。で、キャップを取っていただきましたら、この場合全然グルーが出ていないので大丈夫なんですが、出ていていたらまず拭きましょう。口を拭きましょう。口を拭いてから、これぐらいの量を出しましょう。これ以上出しすぎてしまいますと分離しやすくなります。逆にこれより少なく出してしまいますと早く乾いてしまって、早く新しいものを出さなければいけなくなるので、これぐらいの量を目安に出しましょう。そしてグルーを新しく出すタイミングなんですけれども、新しく出すタイミングっていうのは15分から20分と言われていますが、加湿がしっかりしていればもっといけるかと思います。30分ぐらいはなんですが、目安としては周りが白くなってきたらもう本当はその5分10分ぐらい前に出すべきだったっていう、もう周りが白くなっていたらもっちがもう悪くなってしまっている合図になるので、周りが白くなる前に出した方が一番ベストです。そして新しく出す時なんですけれども、古いグルーを拭かずに新しいグルーをその近辺に出してしまいますと、その新しく出したグルーも早く劣化してしまいますので、古いグルーはしっかり拭き取ってから新しいグルーを出しましょう。そしてキャップの締め方なんですけれども、キャップをしっかり締めないとキャップとグルーの容器がくっついてしまいます。ここかなりポイントになってきますので、ちょっとやってみます。新しく出しましたっていう時に、必ずこういうところにグルーが溜まっているかと思います。これをしっかり出し切って
最後にトン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 とここにあるグルーを下に下ろすか出すか、完全にここにグルーがなくなったなって思ったらしっかりキャップを閉めましょう。そしてグルーを使わない時の収納方法なんですけれども、およそまあ大体のメーカーさんはこういう形で、この中にこういう乾燥剤シリカゲルが入っているかと思いますが、しっかりこのシリカゲルをこの中に入れて、グルーも一緒にこの中に入れて、口をしっかり閉めて、日が当たらない場所、日陰ですねに収納しましょう。この中に入っている乾燥剤シリカゲルですねは、一度使ったら捨てるようにしましょう。何度も使い回せるものではありません。そして X テについてる油がまずグルーの敵でもあるので、 X テのシートのところですね、ちょうど多分グルーがつく部分は触らないようにしましょう。結構それで持ちが悪くなってしまったりとかすることはあるので、触らないようにするのがポイントっていうのと、ちょっと油がついてしまったなっていう時はプライマーをさっと塗って対策をしておきましょう。そしてまつげの乾燥も持ちを悪くする原因になります。プレパレーションする際にプレパレーション剤にアルコールが入ってしまいますと、かなりまつげが乾燥してしまいます。シアノアクリレートを飛ばしてしまいますと持ちが悪くなるのと一緒で、まつげも乾燥していると持ちも悪くなってしまいますので、なるべくアルコールが入っていない前処理剤を使いましょう。そして最後にマスクです。お客様は今の時代ってコロナなので、だいたい皆様マスクして来られるかと思うんですけれども、ここまでマスク、まあ、だいたい皆様してるかと思います。なんですが、ここまでしっかり閉まっていればいいんですけども、ここから空気が漏れてしまっていたりとかしてしまうと、つけている時に無駄に蒸気が当たってしまっていたりとか風が当たってしまいますと持ちが悪くなってしまいます。しっかりここを閉めていただいて空気を出さないようにしていただくか、もしくはマスクを鼻の下まで下げてもらうかにしてもらいましょう。では皆様いかがだったでしょうか。今日の動画がいいなと思ったらいいねボタンと、何かあればコメントの方までお願いいたします。チャンネルの登録も忘れずにお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。